人間って。これで次いける気がする。どうしてこうなった？レイドの皆さんも、こんばんは。魔法の言葉、グンメモリン。あなたの心に恋仕掛けフェーズコネクト JP の清楚で可憐なアイドル
みなちゃんだってそうでしょ。メモリがちょっとリスケ多くて寂しいなって思ってたでしょ。今日メモリちゃんに会えると思ってたのに、僕寂しいよ悲しいよってなってたと思うから、ちょっとその分配信をしようって思ったら、ちょっとまさかこんなにかかるとは、こんなに沼なゲームだとはちょっと予想してなかった。このマントま順調じゃないですか。もうここら辺は目つぶっててもできる気がする。もうダメだ、そろそろクリアしたいよ。メモリちゃんかわいい、ほんとありがとう。なんか名前見た感じ海外向けっぽいのに、ちゃんと日本語でコメントしてくれるの優しい。昨日しゃぶしゃぶ食べた。ねえ飯テロしないでって言ってるのに、すごい飯テロしてくる。みんなボロネーゼってミートソースっていうの？ミートソースとさ、ボロネーゼ似てるなとは思ってたけど、なんかちょっと材料違うのかなって思ってた。一緒なの？でもミートソーススパゲティでいいじゃんね。ちょっとおしゃれに言ったらそうなるってこと？どうも海外ニキです。でも海外ニキもさ、料理英語あんまり喋れないからさ、とちゃんと見てくれるの嬉しいなって思います。いつもありがとう。メモリちゃん日本語上手だよ。日本人なんだよな。日本語上手で当たり前なんだよ。逆にちょっとできなかったら大丈夫ってならない？日本語も満足に話せない日本人配信者ちょっと嫌すぎないか？もうダメ、もうダメ。よし、ここで一旦ストップで、じゃあ休憩しよう。はい、ちょっとここらで15分休憩で、まあ2時ぐらいにちょっとスタートしようかなと思います。はい、ということで皆さんもまあちょっとお花摘みに行くなり、ご飯を食べるなり、他の牛は見に行っちゃダメだけど、なんか各自好きなことをしてちょっと時間使ってください。はい、ゆっくり休憩しようで、ありがとう。じゃあちょっと離席画面に戻します。ただいま戻りました。ちょっと遅くなっちゃったけど、みなちゃんもゆっくり休憩できましたか？リフレッシュできた？ではピザ食べてお腹満杯にして、お花釣りも行ってきてすっきりという気持ちで、ドーナツ平野の城に挑めそうな予感がしています。一発クリアできる予感がします。でもなんか15分ぐらいさ休んじゃったからさ、もう手の感覚がさ覚えてないっていう可能性もなきにしも。タン順調。難しいよね、これ。バランス取るの。よし、中入っていきましょう。ちょっと、15分前の感覚をね、頑張って再現してみたいと思います。やばい。ダメだ。15分休むのって、結構致命的かもしれない。
また15分くらいやったら感覚取り戻せてるでしょう、きっと。おかえり、引き続き頑張って。ありがとう、PJ ちゃん。ちょっと応援していってください。ここ結構罠多いよね。なんか挟まる箇所多くない？なんかさ、お花摘みって言うといつもこの話思い出すんだけどさ、正月ぐらいに見たさ、スパイファミリーの映画でさ、アーニャがすごいトイレ行きたくて、うんちしたいうんちしたいうんちしたいってなってる時に、メモリもちょうどさ、メモリもちょうどまあアイドルなんでちょっとうんちとか言えないですけど、トイレしたいなっていう気持ちになって、なんかすごいアーニャと気持ちがシンクロしてたの思い出した。最近全然映画とか見に行けてないな。何やってるんだろう今ね。あれやってるんじゃない？まだやってるのかな。なんかちょっと前にさ、ブルーロックのエピソードなぎがなんか映画化するみたいなの見た気がする。見たいなと思いつつ全然行けてなかったけど、トラペジウムちょっと気になる。どうやつ洋画かな。あとなんかインターネットで見たバイキンマンが主役の映画見たい。すごい見たい。すごい気になってるんだよね。バイキンマン好きなんだけど、やっぱちっちゃい時しか見たことないから、バイキンマンをかっこいいって思ったことがちょっと残念ながらなくて、でもなんかインターネット上ではバイキンマンがめちゃめちゃかっこいいって好評らしいので、ちょっとかっこいいバイキンマン見に行きたい。悪役好きなんだけど、ちっちゃい時は別にそうでもなかったから、普通にアンパンマン多分好きだったから、今見たらどういう気持ちになるのかちょっと確かめに行きたい。なんかいけそうな気がする。今回いけそうな気がする。よしよしよし、やっと来た、やっと来た。何これ、何これ、何これ、これ何すんの、何これ。待って、勝てそうにないんだけど。待って、何も分からずに殺されてしまった。あ、頭を踏めばいい。分かった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 、完全に理解しました。でも初見じゃなかったらそれぐらいできるのか。でもマリオの初代もう一回やってくださいって言われてさ、妙に2時間でクリアは絶対できない。多分5時間ぐらいかかる。いっつもこう、コツはそろそろつかめてると思うんだけどな。そう、倦怠期。みんなちゃんもさ、メモリと出会って半年が経ったわけじゃないですか。そろそろ迎えてないですか、倦怠期。大丈夫そう。迎えてるって言われても、もう悲しくて泣いちゃうんだけど。どうしたらいい？もうちょっと新鮮味を出した方がいいかな。やっぱ織姫と同じぐらいの配信頻度で年に1回ぐらいしか会えないっていう方が常に新鮮味があるのかもしれない。あ、メモリちゃんはいつでも新鮮。メモリのこといつも新鮮な気持ちで見てくれてる。じゃあメモリたちには倦怠期なんて存在しないね。ずっとラブラブでいられるね。待って待って待って、はっ。
るだけじゃない？スーパーポジティブメモリー。でもこの調子ならいける。そうでしょう。ちょっと光が見えてきた気がする。今まで暗闇だらけだったけど。なんか次やろうと思ってるやつはね、カービィやりたいんだよね。このマリオが終わったらやりたいなとは思ってた。いやでも最後まで諦めないことが大事だから、いっそ潔く死んだ方がいいんじゃないかという気すら起こしてきたけど、ダメだった。じゃあもう一回やりましょう。それで決めたい。時間が限られてるからなかなか見れないけど、見たい作品って結構あるもんな。今でもだってプリキュアとかさ、好きな人いっぱいいるもんね。未だに大人になっても大きいお友達が、ファンがめちゃめちゃいるイメージがある。プリキュアは特に。最近のプリキュアって深夜枠になった。え、そうなの？もう完全に大人向けにシフトしてる。でも今日は頑張れ。でも今日は頑張る。プリキュア見てたけど、あんまり内容とか覚えてないからちゃんと見返したい。あられちゃんちっちゃい時に見て、キュイーン、めちゃめちゃ可愛かった曲ある。よーし、いけた。よしよしよし。よしよしよし。いい感じじゃない？ちょっとスピード上がってきてる。え？立った？やったー！勝った！勝った！ついにクリア！やったー！マリオたちは2番目のコクッパもやっつけて、ドーナツ平野から地下の世界のバニラドームへと進んでいく。この先どんな罠が待ち構えているか、ピーチ姫の運命やいかに。やったー。いや、ちょっと調子よくなってきた。記録して続ける。